It was Sunday afternoon, November the 27th, 2019, when we were having a study seminar. A strange object crossed the outside of the window. The World Cup was being held at a nearby stadium on that day. Regarding the strange object, I suspected first it might be a figure of a worker during the construction of the outer wall, but it wasn't a human figure. 2019年11月27日日曜日の午後のことです。私たちが勉強セミナーを開いていた時のことです。奇妙な物体が窓の外を横切りました。当日は近くのスタジアムでワールドカップの試合がなされていました。その奇妙な物体について、私はそれは外壁の工事をしている人の人影ではないかと疑いましたが、それは人影ではありませんでした。広志林浜松シティジャパン。足場があるはずならですね、足場があってですね、その向こうを誰かが通ったのではないかということなんです。ここでまず皆さんに確認していただきたいことはですね、 A の部分で現れた物体がですね、等速度で進んで B のところで影となって現れているという点です。つまりこの物体はこのようにして移動していったということですけれども、皆さんをそのセミナー会場へ案内します。地図が逆さまになってますけれども、日本です。横浜です。で、私たちが勉強会を開いていたのは新横浜駅近くの会場でした。そのビルの5階で勉強会を開いていました。このビルは6階まであります。こうして見ると平面に見えますが、実際にはこの中央右寄りのあたりでですね、今赤い線で引きましたように段差ってますが、落差があります。で、幅は45センチほどあったんじゃないかと思います。長さは測定しません。で、その前に行ってますかね、その周りに足場が組んでありました。で、今白い部分でその足場を表現してますけれども、その上をですね、もしもですね、人が通ったのであれば、このような形で通って、そして一回内側へ回り込んで、そしてその向こうへ歩いていったということになります。まあ、人であるならばこのような動き方をしたということですよね。で、この足場の幅なんですけども、人が歩く部分は30センチほどでしたね。で、ここに今 A と B と印をつけましたけれども、 A のところに現れた物体が B のところへ行くというわけです。で、右の方はですね、当日の足場の様子です。ちょうど私の頭のてっぺんあたりにその歩く足場が組んでありました。で、その上をですね、人がこのように歩いたかもしれないということなんですよね。で、ちょうど私の頭すれすれのところですね、私はややってますか、まあ、一般の人よりも背が低いもんですから、まあ、カメラを撮った方よりも、まあ、低い位置に私の頭があります。で、この上をですね、人が歩いたということになるわけです。この方がですね、まあ、人であるとするならば右から左へと歩いたということになります。で、私のところを A とし、そして左足を B としました。ちょうど、まあ、写真がですね、反転してますから A と B の位置が逆になっています。で、その周りはですね、まあ、当然のことながらこのような鉄パイプがですね、しげく組んであったあるということになります。左下はですね、当日の様子ですよね。帰り際、栗林さんがですね、そのビルを写真に収めてくださっていました。こういう環境であったわけです。で、もう一度その物体を見ていただきたいんですけども、最初 A のところに現れた物体がですね、 B のところへ移動します。で、 B のところでかすかな影を作ります。ここが重要ですから、まあ、皆さんご自身で確認してください。これはもう人の動き、あるいは人の影ではないということですね。しかも B のところで手前の方に内側に壁が曲がってますからね、この速度でその、まあ、B のところで
行けばですね、外へ飛び出してしまうということになるわけですね。つまり人影であるということは十分考えられますし、当日は日曜日でしてね、近くのスタジアムで、ラグビーのワールドカップの試合がなされていました。通りはですね、人で、人通りって言いますかね、人で、たくさん、人が歩いていたということです。で、作業員の方がですね、1人2人午前中に見回りに来ていたということは受付の女性の方が話してくださいました。もちろんこの5階まで足場をたどってくることは不可能です。というのは入り口のところにでですね、鍵がかけてありました。では続く動画をじっくりとご覧ください。Video Diary, June the 23rd, 2019, by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Video 日誌、2019年6月23日、林博史です。こんにちは。今日はですね、去る2018年7月、浜松会、2018年8月、熱海会で開きました勉強会で起きた怪光現象の、つまりはそれを目撃になさった方たちの証言集をお届けします。そして今年ですね、2019年4月14日岐阜市 JR 岐阜駅前の会館で行いました勉強会の席でも、これまた怪光現象が起きました。証言をいただきましたと同時にですね、その証言集を発表した後に名古屋市在住の M さんから連絡が入りまして、その時の様子を、M さんのスマホ iPhone で捉えていたということです。でその、つまりは物的証拠ということになりますが、怪光現象の一部をですね、M さんの iPhone が捉えていました。その動画をこの後皆さんにご覧いただきます。つまり怪光現象というのは現実に起きたということです。その証言と証拠ということになります。で今日改めてですね、その怪光現象の証言と証拠を皆さんに見ていただくのはですね、つまりは私たちが神、もしくは神々と呼ぶ上の人ですよね、 ETと位置づけても良いわけですし、 NT と位置づけても良いわけですし、あるいは、つまりは上の人ということになるわけですけども、その神もしくは神々は現実的な存在として私たちの周りに存在するということですね。まさに現実的な存在として実在するということです。このことはですね、現在を生きる私たちに大きな希望を与えるということになります。つまり上の人はですね、今も私たちを温かく見守っているということになります。それを今日は皆さんに分かっていただきたいと思いましたので、改めて怪光現象の証言を皆さんにお聞きいただきと同時にですね、その物的証拠といいますか、動画を皆さんにご覧いただきたいと思います。ではないと思いますよ。それでそのうにゃうにゃと動いて何秒ぐらいで消えたんですか？ 2、3秒ですね。だから透明人間が見えるのもおかしいんですけど、サランラップのようなものがラフラフラッとうにゃうにゃと動いて2、3秒で消えたんです。私的になんかその映画とかを見ていると UFO ってすごい大きいものってイメージがあるんですけど、そういう感じではなく、窓に対しても20センチくらいっていうかな、小さかったと思います。小さいか大きいかの最初で、あれは小さかったですよ、あれは大きかったですよっていうのは人の感覚によるかと思うんですけど、なんかそうですね、20センチ
手くらいのものだと思います。なるほど。それ色は、そうですね、でちょっとさ、誰かがパソコンかスマホの光が反射してそのテーブルに映ったんかなと思って周りの人たちも見回したんですけど、そもそもその部屋の中に太陽の光が差し込んでなかったんで、どっから反射してるんかなっていうのはありましたね。ビデオダイアリー April 26, 2019 by 広島市浜松 City Japan。 ビデオ日誌2019年4月26日、林博です。この動画は昨日発表しましたビデオダイアリーの補足版ということになります。で、4月14日に現れた開口を並べてみました。でこの光に注意していただきたいんですけども、同じ集音器に至近距離からポインターの赤い光を当ててみました。左が自然反射光ということになります。我が家の窓の外の様子を映し出しています。で光を比較していただきたいんですけども、右2つはですね、強烈な光であるということがこれで理解していただけるものと思います。つまり4月14日に現れた光は強烈な光であったということになります。ビデオダイアリー April 25th, 2019 by 広島市浜松 City Japan。 ビデオ日誌2019年4月25日、開口事件追検証版です。去る2019年4月14日の名古屋会においてですね、開口現象が起きました。その開口を名古屋市在住の M 美雪さんが届けてくださいました。動きが大変早いので注意してご覧ください。今光が横切りました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 。では今度は5倍スローにしてご覧いただきます。大変動きが早いです。そしてその光がですね、飛んでいるというよりは私が首にかけていた集音器の表面に反射して映っているといった風に見えますと言いますか、そのように私は判断しました。5秒前、4秒前、3秒前、2秒前、1秒前、丸の部分に注意してください。今ピカピカと光って連続して移動しているのが分かります。でさらにスローにし、部分的にポーズし拡大してみ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 ます。注意深くご覧ください。左が私の集音器です。それを私は首にかけていました。注意深くご覧ください。この丸の部分です。今映ってますね。ポーズして拡大してみました。だいたい色、もしくは黄色、あるいは白に近い黄色のように見えます。ビデオ編集画面で見るとぼやけますけども、 iPhone 上で拡大しますと極めて鮮明な線として浮かび上がってきます。ここでポーズして今ご覧いただいています。私の集音器の表面に光が映っています。コートの影になっている点にも注意してください。このような光ですね、ギザギザの、つまり、グラフのようなと言いますかね、そういう模様のようなものが、まあ、見て取れます。でそれがですね、
上下左右に瞬間に移動していきます。やや上に上がってきましたね。でまた今度は下に移動します。集音器の上に現れたというよりも、集音器がいわゆるまあなんて言いますか、テカテカしているものですから、それを光を反射したものと私は判断しています。もちろん私の周囲にはこのような光源体はなかったとは言えませんけれども、私は気づきませんでした。もう一度拡大してみます。まあグラフのようだ、なんて言いますかね、ギザギザのグラフのように見えます。これは何かということですけれども、同じ時刻に会場の中で不可解な現象が起きました。で結論ということになりますが、対抗事件はありました。これがその物的証拠ということになります。対抗をですね、並べて順に比較していただきます。左下、それからその光がやや上に上がってますね。それから下に移動し、これは何も映ってない部分だと思います。そして右ですね、ギザギザになり、そしてそれがまた変化して上に移動しているということです。さまざまな形に他にも姿を変えています。瞬間にこれだけ強い光を放つということはですね、光源はですね、かなり強烈な光であったと思われます。でちなみに私の集音機にポインターを当てて皆さんにご覧いただきます。私の集音機にポインターの赤い光を当ててみました。この光とですね、先ほどの集音機に現れた光と比較していただきます。右から2番目の光に注意してください。中央がポインターに当てられた部分です。赤い光ですね。で自然光は左のようになります。この集音機がですね、庭の私の家の庭の光を反射しています。黄色い丸の中を比較していただくと分かりますように、一番右はですね、極めて強力と言いますか、強烈な光であったことが、これで皆さんにも分かっていただけると思います。で集音機ともう一度比較していただきたいんですけども、右が私が使っている集音機です。これが現物ということになります。この現物を右に置いてですね、左の集音機に現れた模様を比較してみてください。大変奇妙な事件が起きたということになります。その証言集はこの後につなげておきます。ビデオダイアリー April 20th, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2019年4月20日林博史です。こんにちは。4月14日名古屋会の席で開口現象が起きていました。私林博史自身は全く目撃していません。でその開口現象についてですね、四日市市在住の M 直子さんがこんな証言を寄せてくださいました。それを皆さんに紹介します。そうですね。カメラのフラッシュかなってこう考えたんですけれども、先生に考えたら後ろで光がそんなに前に光るわけがないじゃないですか。ちょうどスクリーンの下の部分、林先生の立っておられる右の部分に確かにピカッと光って、その時
って。あ、そうですね。ちょっと順番にお聞きしますけど、現れた場所は、書き込みによれば、スクリーンの上端っていうふうに書いてあったような気がしましたよね。スクリーンの、私が見たのは、スクリーンの、下の端で、林先生の立っておられた、そうですね、腰の部分っていうんですかね。私の右ですか、それとも、M. 直子さんの位置から見て、右。そうですね。ということは、私の左側ってことですか。そうです、そうです。先生からするとそうです。で、体からはどれくらい離れてました？見た感じ。あ、私も。2018年7月、浜松会。2018年8月、熱海会の会場において開口事件というのが起きました。その時、開口をご覧になった方々のですね、証言はこの後につなげておきます。で、今回2019年4月14日名古屋会、 JR 岐阜駅前の会館において開いた勉強会の席でも開口事件が起きましたが、今回4月14日はですね、開口事件だけではなくて、さまざまな、つまり不可思議な現象が起きました。その証言もこの後につなげておきます。で、それについてもう一人 M 直子さんという方がですね、私も見ましたということで、ここに紹介するような証言を寄せてくださいました。 M 直子さんの証言は、4月14日の、不可思議な現象についての証言録の後につなげておきます。またその後にですね、2018年7月および8月に起きました開口事件についての証言もつなげておきます。後の判断は皆さんにお任せするしかありませんが、ともかくもこうした開口現象をどう理解するかということになります。 Bye for now。ビデオダイアリー April 18th, 2019 by 広林浜松 City Japan。 ビデオ日誌2019年4月18日林広志です。おはようございます。
透明の何かっていうのは、それは色はついていましたか？色はね、先生、これ、まあ、光といえば光るかもしれないけど、本当にその透明なんですよ。透明。透明だけど動くのが見えるんです、その透明の何かが。あ、そう。それで、はい、その動きっていうのは大きいものでしたか、小さいものでしたか？先生のお体の大体、そうですね、まあ、40センチか50センチぐらいじゃないでしょうか。じゃあ小さいってことですか？体ぐらい。はい、縦が、縦が1メートル前後で、横は40センチから50センチぐらいの幅だと思います。それで、その、ふにゃふにゃと、その、それで色はなかったわけですね。はい、透明だと思います。そうしたら、いわゆる画面が揺れるって言いますか、よくあるように、なんて言いますか、どういったらいいかな、例えば、その、画面がその水面のように揺れるのか、それともふにゃふにゃってのはどういう感じなんでしょうか。例えばいろんな表現ができると思うんですけども、ざわざわとした感じなのか、それとも幽霊のようにふにゃふにゃと動くのか。ざわざわではないです。ふにゃふにゃです。ふにゃふにゃ。はいはい。ふにゃふにゃ。ふにゃふにゃっていうのは、例えば画面が歪むようなですね。はい。例えばよくセロハンが、セロハン、透明のセロハンがふにゃ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 とこう動いてるような感じです。早いですか、小刻みですか、それともゆっくりですか。小刻みに近いですかね。ふにゃ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 っていう、そういう感じですね。輪郭はどうだったんでしょうか。輪郭はね、これ先生、合ってないがごとくのこの、円形というのか。円形だった。で、全体の形は何、どんな形だったでしょうか。丸いのか四角いのか。そういう形じゃないんですよ。先生のお体の。右側ぐらいで。で、私の輪郭っぽく出てきたわけ。例えば、人の姿をしてたとか。まあ、透明人間が先生の後ろで動いてるような感じを受けましたね、言ってみれば。透明人間の。右側で、はい。私の右側ですね。はい。ということは、藤原さんから見たら左側ですね。はい。先生のお体の右半身の方です。はい。それ、ふにゃふにゃと動いた。はい。それは何秒ぐらい続いたんでしょうか。3秒ぐらいだと思います。先生のお体の体幹部のあたりです。私の距離からはどれくらい離れてましたか。もうぴったりくっついてます。くっついて。はい。先生の、背面からこう、要は先生のお体の後ろ側で、右側後ろ側で動いてるような感じに受けました。見えました。写真をね、撮っておられる方がいらっしゃいましてね、まだその方、電話まだしてないし、名前を出せないんですけども、エースさんという方なんですけども、ちょうどその時刻に写真を撮ってくださってて、その写真には、またなんですけど、イギリの話をしているところなんですよ。はい、で、第1回もイギリの時に出て、そうでしたね、はい。第2回もイギリで、今度も2次元目から3次元目、2時から3時にかけては、はい、火星人と、ダヴィンチの回答、スケッチの話をしているところだったんですね、あれ。はい。それがまたたまたま写真に写ってまして、その時に、はい、まあ、あるものをご覧になって、それをまあ、丁寧に、まあ、メモして、今日手紙が届いていたわけですけどもね。はい。はい、で、まあ、話戻しますが、透明の何かの動くものが講義中の林先生の体の横で、ふにゃふにゃと動いたように見えました。このようにという部分が、どの程度その革新的なのか。先生、見えたのははっきりしております。動いてるようにというようにです。見えたのははっきり見えてます。まあ、普通動いたように見えるというのは、目の錯覚も含めてという意味もありますよね。例えば、何か、目の錯覚的には。目の錯覚ではないと思いますよ。それでその、ふにゃふにゃと動いて、何秒ぐらいで消えたんですか？ 2、3秒ですね。だから、透明人間が見えるのもおかしいんですけど、まあ、サランラップのようなものが、ふらふらふらっと、ふにゃふにゃっと動いて、2、3秒で消えたんです。それは藤原さんの言葉として、ごめんなさい、録音してるもんですから、私どもちょっと緊張して、かしこまって話してますけども、はい、その、断言できるものなのでしょうか、それとも、ひょっとしたら気のせいだったかもしれないというような曖昧なものだとしたら、それを例えばね、レベル的に確認したんですけども、藤原さんの、正直に言ってますか。はい。藤原さん自身の心に誓ってって言うから、私たちことは失礼なんですけども。いえいえ、わかります。断言できる、レベルです。ビデオダイアリー。
October the 29th, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2019年10月29日林博史です。こんにちは。おととい2019年10月27日に、JR 新横浜駅の近くの会館でですね、勉強会を開きました。そしてですね、またまた奇妙なものが、写真の中に映り込んでいたといいますか、その前にですね、簡単にいきさつを話しますと、ほとんども勉強会が終わる時刻に近づいていた時のことです。午後4時ですね。動画の中では5時とか少し乱れたことを言っていますけども、このところ勉強会の終わる時刻がですね、まちまちでしてですね、頭の中が混乱していました。正確には4時頃ですね。突然ですね、やはりこう皆さんが騒ぎ始められたわけです。正確には4時5、6分ということになるわけですけども、ザー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 ってなったんですよね。で、何事かと思ってましたら、ちょうど今ご覧いただいているのはその場面の写真なんですけども、背中側にですね、このような空間といいますか、カーテンを少し開けたところができているわけです。で、その横前をですね、皆さんから見ててその中央注意していただきたいんですけども、向こう側にですね、奇妙な物体が映り込んで、それが向かって右から左へと移動したというのですね。で、その時は私はですね、いつものごとくなんですけども、そういうことがあるたびにですね、またか、また何かのってことを感じて軽く受け流してしまう癖があるんですよね。自分の中にある、合理的な判断力っていうのがですね、先に出てきてしまってですね、頭の中で合理的に判断しよう、合理的に判断しようっていうふうに思ってしまうわけですね。ですから私自身も鳥かなんか飛んだんじゃないのかなとかね、そのように考えたわけです。で、たまたま今このビルはですね、外装の工事中ということなんでしょうね。足場が組んでありましてね、で、周りをその、半透明といいますか、細かいネットの、網がかけてあるわけです。そういう状況の中での、勉強会であったということですね。で、その実際そのこの後で、開けて窓を開けてみたら分かったんですけども、ちょうどそのこの ここが5階なんですけどもね、5階なんですけども、5階のフロアと同じ高さぐらいのところに一つ細い、足場が組んでありました。ですから、誰か通ったのかなとかもいろいろ考えたんですけどもね、そういうこともありましたので、皆さんがね、なんか奇妙な物体を見た、奇妙な物体を見たって騒がれた時にですね、何か見間違えたんじゃないのかななんて思ってたんですよ。ところが14人だったのかなというと、2人と急に、来てくださった方がいらっしゃったもんですから、プラス私とワイフってことになってたんですけども、そのうちの 6、7人ですよね、5、6人の方がですね、見たということで、その間私はその、ちょうど終わる時刻だったもんですから、後片付けに入ってたんですよね。で、後片付け終わっても皆さんその場にいらっしゃいましてね、わー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 、それこそなんて言いますか、どちらかというとね、想像しいという言い方はちょっと失礼かもしれませんけども、わー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 とこう、なんて言いますかね、騒がれたわけですよね。で、何だったんですかって聞いて、先ほど冒頭の話に戻りますけども、ちょうど今、その窓の向こうに何か移動してきますよね。これは実はですね、この写真はですね、もともとの動画からですね、そのコマを抜き出してね、そしてその抜き出したコマを並べ直して、動画のようにしたのは、この今の皆さんにご覧いただいている画像なんです。ですから、もともとのオリジナルの画像の動きとも違いますし、形とも違うわけですけども、オリジナルの画像を見た方がですね、この写真を撮られた栗林さんもですね、これはただものではないというふうに判断なさいました。で、その栗林さんがですね、別の方に LINE かなんかでその画像を送られましてね、で、その方に見せられたんだそうですけども、その見た方もですね、栗林さんからその画像を見せてもらった方もですね、もうはっきりとこれはもう普通のものではないと、アダムスキー型の、UFO の形をしているということははっきりおっしゃいました。でもここ一両日中にはですね、私の方もその動画を手に入れることができますので、手に入り次第ね、皆さんに報告しますけども、こういう物体がですね、ガーッと横切っていたわけです。巨大な物体ですね。で、何かということなんですけども、大変なことが起きたわけですよね。要するに、で、
まあ、それはあの確認したんですけども、あの受付の管理人の方がいらっしゃったんでね、あのまあその誰か人がいたんですかって聞きましたら、あ2人ほどね、その日はあの来ていたようですっておっしゃったけども、それはあの午後4時にその2人がいたということじゃないんですよね。たまたま、まあ、たまたまといいますか、27日は日曜日でしてね、そして午後6時からあのワールドカップですよね、ラグビーのワールドカップが始まる時刻だったんですよ。でこの会場からその、横浜スタジアムまでは歩いても5分10分で行けるような距離なんですよ。そういうところだったってこともありまして、まあ、それが直接ね関係、もちろん関係ないんですけども、まあ、そういう休みの日だったんですよね。ですから、まあ、あの工事の人が来ているということはもちろんありませんでした。でその2人の人もね、工事をしたというよりもなってますかね、まあ、見回りに来たという感じじゃないでしょうか。で私たちが、まあ、その窓を開けたりあちこちを見た感じでは 人影はありませんでした。まあ、最初から最後もなかったんですけどもね、私は入った時からその周りをぐっと見回したような記憶がありますからね、まあ、要するにそういうところなんですよ。そしてこの部屋はですね、北、今ちょうど窓は北向き、北向き、北側の窓ということになるわけですよね。で太陽の光線が入ってくるということもないと。で風はですね、まあ、それはよくわかりませんけども、風が強かったという印象は全くありませんね。まあ、穏やかな風だったということになるわけですけどもね、全然まず風はあの私の記憶にはどうこうということは残っていません。そういう中でですね、まあ、何度もご覧いただいてきましたように、奇妙なその影が映ったということですね。でこれは何かということなんですけども、もちろん人影ではないということはまあ皆さんおっしゃってましたし、ただあの大きいんですよね、あの物体がね。ですから見た方がどの部分を見られたかによってもですね、あの印象といいますかね、記憶に 残った部分が違うということになるわけです。で何かということですけども、実はですね、その先月の9月29日にはですね、勉強会においでになる途中でですね、蟹市のですね、鈴木さんという方がですね、あの美濃加茂市のところで信号の渋滞に入りましてね、そこで、まあ、車を止めているときに、まあ、奇妙な 雲があると、で、まあ、まあ、奇妙というか竜のような雲があるから、手持ちの、ね、たまたま持っていらっしゃったスマホで撮ってみようと言って写真を3枚撮られたんですよ。その3枚の写真というのはこれまた大変な写真でしてね、それはもうずっとこのところ、まあほとんど連日のようにと言いますかね、連日ってわけじゃありませんけども、時々と言いますか、皆さんにご覧いただいてますから、また皆さんもご覧になってください。要するにそういうものが映り込んでいたっていう事件があったんですね。そして、まああのまあ、そういうことなんですね。でからだから今のところその9月、10月っていう、まあ、それが9月だったんですけどもね、そして10月、今度は横浜、まあ、一昨日ですけどもね、まあ、そうし、まあ、そのそれが連続性があるかどうか分かりませんけども、要するにもうよ、まあ、勉強会という場でですね、まあ、奇妙な事件が次々と起きているということですね。で4月の時にはですね、あの4月14日のその勉強会の時にはですね、名古屋在住の M 美幸さんという方がですね、手持ちの iPhone でですね、10ですね、写真を撮られましたら奇妙な光が映っていたということですね。他にも 4、5人、まあ、いろんな現象を経験なさったわけです。でその時に、まあ、M 美幸さんがですね、撮られた動画というのは何度も分析しましたのでね、興味のある方はまたそちらの方をご覧ください。まあ、今日はね省略します。で今日はですね、皆さんにお見せしたいのはですね、今ちょうどご覧いただいているようなね、開口がですね、まあ、あの開口って言いますか、今度は光ではなくてですね、影なんですよね。それが私の背中側を横切ったということなんですね。で今までの開口現象っていうのはみんな私の背中側で起きてるんですよ。赤い光、白い光、それから黄金色の光もですね、全部私の背中側で起きている。で今回もですね、私の背中側で窓をたまたまね、カーテンを開けたその間から、そのまあ奇妙なものが映り込んでって言いますか、皆さんの目に留まったということですね。それでまあ話戻しますと、皆さんが、まあ、初めよりの私何かの見間違いだろうと思ってたんですけどもね、なんと7人までがですね、見た、見ました、何だったんでしょうということで、まあ、興奮って気味にね騒がれたもんですから、これはただごとではないぞというふうに、まあ、あの思いました。もし人影であるならばですね、人影でということは分かる距離なんですよね。これすりガラスになってますけども、足場というのはすぐその外にありますからね。で足場も細いんですよね、あの高層ビルの足場というのはね、あの
一般の足場と違いまして、そうですね、3分の2ぐらいのは幅しかないの細いところですから、まあ、人が歩けばもう頭、形、姿から分かるわけですけどもね、そうではなくて、まあ、その一番は高いところからそれが見えていたということなんですよね。でもしそれが人であるならばですね、2メートルを超える人ということになってしまうわけですよね。まあ、そういうこともありまして、まあ、これは何だろうということで、しかし影ですからね、今回初めてそういう影というものが出たもんですから、何か分からないということで皆さんに今日は問いかけました。皆さんはこれ何だと思いますかって形でね、まあ、そういう形で問いかけました。まあ、それが今日の動画ということになるわけですけどもね、まあ、そういう形で今日はですね、まあ、今のところそれは何であるかということは断定できませんが、まあ、その写真を撮られましたね、動画を撮られました栗林仁さんがですね、明日か明後日までにはその動画をですね、直接私のところに送ってくださるということですから、それを見て分析してね、皆さんにきちんとした報告ができるように、まあ、いたします。約束します。ということで、今日のビデオでありこれで終わりますけども、またまた奇怪な事件が起きたということですね。まあ、後の判断は皆さんにお任せするしかありませんけども、先月ね、9月29日にはもう決定的なと言いますか、例を見ないほど明確と言いますかね、もうこれ以上のものはないと言って私が断言してもおかしくないほどの UFO の写真が鈴木Y さんがね撮られました写真の中に写り込んでいたということです。その翌月の、まあ、一昨日ということになりますから、まあ、ただごとではないというふうに私は判断しています。では今日はこれで失礼します。バイ。In the room, what was it? 2019年10月27日、私たちが研究会をしていた部屋の窓の外を巨大な物体が横切っていきました。それは何だったのか。それを目撃した人たちの証言をどうかお聞きください。なお、この動画は栗林仁さんによって偶然スマホに撮影されたものです。広林浜松シティジャパン。僕もそれくらい開けた気がするんですよね。ちょっと何かしらけども開けるんだっていう感じで開けましたので、それでその H さんが見られた物体というのは楕円形だっていうのっていう人とは、現場で聞きましたら皆さんおっしゃってたのは、長方形のような形をおっしゃってたんですけども、はい、H さんはどんな形に見られました？私も、真四角ではないけども、こう角があるような、まあ、楕円形と言った方がいいんですかね。その足場の間ぐらいを、はい、向かって右から左ですよね、皆さんの証言聞くと。はい、私は右から左に。ふわふわっていうのは、その風船のようにふわふわなのでしょうか、はい、それともどうなんでしょうかね、ちょっとまあ曖昧な言い方に聞こえるんですけども、ふわふわという言い方はもう少し詳しく言っていただくと、どんな感じだったんでしょうかね。そうですね、直線的ではなかったということですね。表現するとしたら、高い位置から、例えば、まあ、平べったいに、まあ、厚紙だったり、まあ、紙ですよね。紙のようなも、紙をこう高い位置から落としたときに、こう、ひらひら、すごくは。ひらひらしますね。こう、そういう形で私は見えました。それ横へ行ったわけですね。落ちてきたわけじゃないんですよね。落ちてきたわけではなく、それが横に、斜めといった方がいいですかね。右上から左に向かって、こう飛んでいったという感じですかね。ああ、そうですか。色は影ってことで黒ってことなんでしょうか。まあ、影という黒というよりかは、もうそのもの自体が私は黒いな、あれはすりガラスになってましたね、後で。そうなんです。透明のガラスじゃなくて。すりガラス。なので、すりガラスに影が、室内の影が何か映ったのかなと思ったんですね。あ、なるほど、なるほど。それで、室内に影が映ったとすると、その光源に何かこう動くものが室内にないとおかしいなと思って、ちょっと見渡しましたけど、反対側の窓もカーテンが閉まってますし、なんかそれらしいものはないから、じゃあ外の影なんだ、外
外で何かがこう通ったんだと思ったんですね。あ、そう、誤解なんですけどもね。はい、うん、そうなんです。それで考えたらここ誤解だなと思って。ビデオダイアリー October 28th, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2019年10月28日、林博史です。おはようございます。昨日は JR 横浜駅近くの会館で東京会を開きました。で、その会場でまたまたと言いますか、またかという感じで不可解な事件が起きました。で、いろいろ考えたと言いますか、結果ですね、私はその事件を黒い影事件と位置づけました。皆さんの証言をお聞きください。では今日はこれで失礼します。要件を4件改正します。ごめんなさい、間違えました。もしもし、はい、あ、聞こえます？今録音中出ました。はい、あのですね、今日はご苦労様でした。今日本当に勉強会が終わって直後ですね、あれはね。私がカーテンを、いわゆる、片付けに入ってから、カーテンを少し開けた感じだったんでしょうね、あれはね。ずっと閉めておいたつもりなんですけども。あ、そうですね、カーテンはずっと閉まってたんですけど、うん、最後に開けたんです、私が。林先生が開けたのではなく、うん、移動してる、そのカーテンの前を、ホワイトボードと、立って話されてた位置を、こう、往復して、何往復かされたときに、その体が当たって、カーテンが開いたという感じになると思います。はい。で、カーテンは、H さんの印象では何センチぐらい開いてたように思われました？私は50センチ以上は開いていたんじゃないかと。僕もそれぐらい開けた気をするんですよね。ちょっと、はい、何かしらけども開けるんだって感じで開けましたので、それで、その H さんが見られた物体というのは、はい、楕円形だっていう、人とは、現場で聞きましたら皆さんおっしゃってたのは、長方形のような形をおっしゃってたんですけども、はい、H さんはどんな形に見られました？私も、真四角ではないけども、こう角があるような、楕円形と言った方がいいんですかね。真四角ではなく、こう、楕円形のような形でした。そうですか。それは、はい、速さは私は見てないんですよ。私自身は表現できないんですけども、ゆっくりとというか、スーッとというか、その50センチぐらいをどのくらいの速さで行ったか、口でちょっと言っていただければ嬉しいんですけども、端から端まで。端から端まで、こう、ふわふわという感じですね。ふわふわ？ふわふわ。ふわふわ。直線的じゃなくて。はい。ふわふわっていう感じが。ああ、そう。それはガラスの向こうで見、あれはスリーガラスでしたよね、あそこね。はい、スリーガラスと、向こうに、外側がこう足場が立ってた。ああ、そうそう、足場立ってます。その足場の間ぐらいを、はい、向かって右から左ですよね、皆さんの証言聞くと。はい、私は右から左にふわふわとしているのが。そのふわふわっていうのは、その風船のようにふわふわなのでしょうか、はい、それとも、どうなんでしょうかね。ちょっと曖昧な言い方に聞こえるんですけども、ふわふわという言い方はもう少し詳しく言っていただくと、どんな感じだったんでしょうかね。そうですね。直線的ではなかったということですね。あ、表現するとしたら、高い位置から、うん、例えば、平べったい、厚紙だったり、紙ですよね。はあ、紙のようなもの、紙をこう高い位置から落としたときに、こうひらひら、ふわふわ。ひらひらしますね。こう、そういう形で私は見えました。それ横へ行ったわけですね。落ちてきたわけじゃないんですよね。
落ちてきたわけではなく、それが横に、斜めといった方がいいですかね。右上から左に向かって、こう飛んでいったという感じですかね。ああ、そうですか。色は影ってことで黒ってことなんでしょうか。影という黒というよりかは、もうそのもの自体が私は黒いなと思いました。そうですか。わかりました。はい、あと5人、全部で7人の方は今回目撃さんだったと思うんですから、はい、まあ、一度取材しとこうかなと思いまして、取材させていただきました。はい。じゃあ、ここで一度、録音を切りますが、はい、またちょっと、どうもありがとうございます。それで結構ですが。じゃあ、すいませんが、あと6人これから電話しますので、はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。はい、日曜日午後9時6分です。はい、今録音しました。では、お聞きしますが、黒いものを見られたのは、今、私のワイフも見てるもんですから、詳しくはワイフから聞くことになると思うんですけども、勉強会が終わって片付けに入った後ですね、私がカーテンを開けたのは、その勉強会終わって片付けている時だったんですよね。その前。片付けている前ですね、先生がもう最後の方、ちょっとこう、お話しされて、ちょっと何の話だったか、ちょっと忘れたんですけど、はい、みんなが結構笑って盛り上がってて、もう終わりに近づいてるじゃん。あ、そうですか。僕は記憶の中では、まあ、自分自身は見てないもんですから、後でみんなわーわー言われたもんですからね。勉強会が終わりますって言った感じの時だったのかなと思って、何かしらね、ガタガタ動かしたことはって言ってた、確かにね。終わる前ですね、でも。終わる前ですね。はい、でその時に、まあ、順番に聞いてきますけども、まあ、カーテンは何センチぐらい開いてたように思われます？横切ったっていう印象だったんです。長方形だったでしょうか。角が取れた楕円形だったでしょうか。いや、
私はもう上がフラットでしたから、上がフラットだったので、いたっていう最初の印象は何か四角いものという印象だったんです。わかりました。じゃあ T さん44歳で、この今証言いただいたことを発表させていただくことになると思います。下にしようと思うんですけどね、今まで3人とか4人止まりだって、まあ、4月は5人ぐらいが、で、今度は、その黒いものを見られた人は7人もいてましたのでね、12人の会場、いわゆる私が出て14人ですけども、はい、半分がそれ見られたということで、これやっぱり一回記録取っておく必要があるなと思いましてね、はい、やっぱり家に帰ってきたら、わわわわとね、興奮が盛り上がってきたと言いますか、そういう感じなんですよ。先生、外見られました？見たけども、足を組んでたら、そうだったの。で、人影ではなかったということは、もう最初から確認してたんですけどもね。その芝がどうしても下の方なので、どう考えてもあそこにもし人が通ったとしても、あんな高いところは影ができないはずだなと思ったんです。なるほど。わかりました。じゃあ、その証言、まあ一応そうです。それ以上の証言は出てこないと思いますし、まあ、その事実だけは報告しておかなきゃいけないと思ったもんですから、証言いただきましたけども、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、電話これで終わりますけども、はい、今日はお疲れ様でしたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します、はい。はい、ありがとうございました。はい。日曜日、午後9時16分です。はい、今、録音が入りました。じゃあ、お聞きしますけども、見られた時間は4時5分から 7分ぐらいだっていうふうには、まあいいんですけど、私は会を終わる前だったのか後だったのかということなんですけども。カタカタした時ですよね。そうですね、まだ完全には終わってなかったと思うんですけれども、カーテンが、先生が、カーテンにぶつかって、カーテンが開いたんですよね、真ん中のカーテンが。開いたんですね。少し。はい。で、なんか、すごい、多分、なんていうかな、なんか、その、隙間がすごく気になって、時々目は行ってたんですけれども、その、上の方なんですよ。上の方に、私の場合は、私から見て、左から右に。左から右。そうなんです。私から見て左から右なんですよ。右から左じゃなくて。違うんですよ。だから私、皆さんと違うなと思ってたので、ちょっと、と思ったんですけど、はい。その形はどんな形だっていうふうに表現されますでしょうか？白黒だと思うんですけど、でも上の方に見えたので、もしかしたら、その窓の上にさらに何か違う、形っていうか、その、もっと大きなものがあったのかもしれないなっていう感じがするんですけど、その窓から見えたのは四角でしたね。それで色は何色だったでしょうか？黒ですね。黒っぽかったですね。それはガラスからどれくらい離れてる感じでした？ガラス窓から。そうですね。ただ接近してたと。見えたような。すぐそばに、グラスのすぐ後ろ、ところに、なんていうんですかね、窓越しにすぐっていう感じの場所だったように思います。そうすると皆さんってか、今、M 直子さんは3人目なんですけども、前の2人の方は右から左、向かって右から左とおっしゃったんですけども、M 直子さんは左から右なんですか？そうなんですよ。見間違いかなと思って、でも私は左から右に見えたんですよね。あ、それは、食い違うはずのない食い違いってことで、いやいや、事実はそのままですから、行ったり来てたか、ことも考えられますからね。そうですね。そういうことも考えられますよね。そうですね。時間はどうなんでしょうかね。その間、隙間に、はい。一人の方は20センチから30センチ。もう一人の方は50センチというふうにおっしゃったんですけども、カーテンの間が。そうですか？はい。そうですね、30センチ以上あったと思うんですけど。うん。はい。それじゃあその黒い物体は、あまり大きくなかったということでしょうかね。そうですね。その、見えた部分しかわからないんですけど。あ、見えたって、少し隠れてて、こっち、右の方を移動して隠れたって感じでしょうか？左から右に車
その私がかあのそれを見えた時に肩をすくめたので、あ、同じもの見てるっていうふうに思ってくれて、何してるって、肩をすくめたもんって、なんでって、あ、そうか、体、あの、ちょうど その一緒に見た時に多分同時に見てたと思うんですよ。ああ同じ時に肩をこうやって私がすくめたので、 あ、同じもの見てるんだって、あの左の肩が、あ、肩をその左の肩が肩を すくめられたということですか。あ、え、私がです。ああ、今直子さんが肩をすくめられたわけだ。そう、すくめたのでそれを見て、あ、反応、私の反応が分かって、あ、同じもの見てるって思ったって。あ、その方がおっしゃったの。そうです、はい、同じものを見てるっておっしゃったのは M 直子さんの方ですか、それとも隣の方だったでしょうか。隣の方が言うとおっしゃってました。同じものを見てるって。そうですね。これで私の人の一人増えることになりますよね。あ、そうです、あの隣の方は、あの1階に受付の方がいらっしゃるんですけど、うん、その方にいろいろ作業員の方はいなかったですかとかってすごくこう聞いたり、で足場の位置はどこだとかって、あのちょうど工事していましたよね、うん、それで足場の位置はあのこんな高いところにないからやっぱりおかしいってことになって、で鳥も入ることができないとかって言って帰りにもこう言ってたんですけど、みんなでザワザワザワって。ものすごく今日はザワザワしましたね。やっぱり目撃者が多かったせいもあるんですけども、12人のうち7人が見られたことに対して今の方が出ると8人になってしまうんですよね。そうですね。でもすごくあの私の左の方はものすごくこう証拠を一生懸命なんとかあのなんていうんですかね、実証を取ろうみたいな感じで一回のその受付の方にいろんなこと質問されてたりとかしたので、私よりもなんかちゃんと親父に見られて、やっぱり驚かれたんでしょうね。で誰かしらがその黒い影が見えたというもんですから、人影じゃないですかって誰かが言ったのね、あれね。そうで、私もだから それを聞いたもんで、あ、人影じゃないかなと思ったんだけども、話するとみんな四角だとおっしゃったもんで。あ、そうですね、あの、まあ、あの、足場からだいぶ上だったし、人は多分、頭とか、あ、見えないと思うんですけど、ね、見えないね。あの、私窓の外見てみたんですけど、足場はずっと下の方だったから、そうですね、よほど背の高い人でないと、あの上まで行かないわね。あの部屋よりも下にあるわけですから。まあ、それはいいんですよ。足場はもう考えてませんけど、足場というか人の影はね。で、あの、まあ、今日は日曜日で、私も見たんですけど、誰もいなかったってことを出すんですけどもね。まあ、ありがとうございました。まあ、それがまた起きたような感じで、よくわかるんで、もう少しまたこれ、わーわー騒いでみると、また次の時に何かあって、解決するってことで、話が終わると思いますけども。あの、どうもありがとうございました。はい。また、お聞きすることがあると思いますけど、いろいろと、お気遣いいただきまして、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。はい。はい。はい。日曜日、午後9時27分です。今、録音が入りました。で、S さんにはお聞きしたいのは、今、3人の方、証言いただいたんですけども、まず見られた感じ、窓は、カーテンはどれくらい開いてたというように、お考えでしょうか。私の頭と比べても、でもいいんですけどもね。だいたい。そうですね。頭一つ分、ちょっとくらいだったと思います。で、それ見られたのは、高さは、あそこは天井からのカーテンでして、かなり高いカーテンなんですけども、その天井からのカーテンで、高さは、どれくらいの高さだったでしょうか。ちょっと高さが、窓の一番下の部分から、大人の高さ、大きさぐらいの、結構縦に長いものを私は見たのですけれども。また違った証言ですね。皆さんは長方形のを見られたとして。長方形は長方形だったのですけど、私の場合は、横に長い子、長方形と、縦がすごい、カーテンが縦にこう開いてたっていうこともあると思うんですけど、縦長の長方形と横長の長方形が組み合わされたような逆 L 字型みたいな。逆何？L 字型です。
絵を逆にしたような、あのだからどういう形かちょっとはっきりわからないのですけど、なんか印象としてはあの横のこう長方形と縦にこう長い長方形が合わさったような、なのであの、大人の大人の背丈ぐらいの高さが縦長い縦の部分が大人の背丈ぐらいだったということでしょうか。そういう印象がありました。横の長さはどれぐらいだったでしょうか。横はもう本当に上の方に横あの L 字型を本当に逆にしたような形なので、はあ、驚きました。あの今3人の方にお聞きしましたら、あの長方形だって、で私の場合も長方形だって言っているんですよね。あとそこの方が2人ぐらい見てるんですけど、電話繋がらないもんですから、あのまあ明日電話にしてみようかなと思ってるんですけども、その3人の方は皆さんは、私のワイフも含めて4人はですね、あの長方形、角の取れた、もうワイフは角の取れた長方形だっていう感じで、あと3人の方は長方形だっておっしゃって、で S さんはあの今逆 L 字型のものだってことですけども、そのじゃ L 字型の縦方は幅何センチぐらいってことになるでしょうか。もう印象なんですけれども、棒のようでしたか、それとも何か帯のようだったでしょうか。もうかなり幾何学的に本当に L 字をこう逆さまにしたいな。そうです、もうで 幅としてそうですね、15センチくらいの幅も縦長みたいな、あの 横が15センチで縦にこう長いようなあの長方形っていう感じで、上のその短い長方形の方はその縦が15センチっていうような。それはあの向かってどちらからどちらへ動いていたんでしょうか。右から左にスーッと動いていきました。黒い影、黒い影です。かなり窓に近いところをこう動いていったような感じがしたので、なんかおかしいなと思って、あの、まあ、会が終わったらこう窓を開けてみようと思って見たら、足場がこう組まれてましたけど、足場がちょっとやっぱり壁から離れたところに組まれていたので、そんなにギリギリのところを何かがこう歩くっていうこともちょっと難しいだろうし、何かがこう、なんかネットみたいなのが張ってましたので、なんか鳥みたいなものが入ってくるにしてもちょっと変だなっていうふうには、後で感じました。色は黒ですか。黒です。 黒くてあのカーテンの影がありましたけど、それよりももっと黒いっていうような黒い影で、かなり窓の近いところをこう通り過ぎていったような感覚がありました。はい、ますますわからなくなりましたらね、もうS さんから電話いただく前までは長方形の物体が右から左へ動いた、一人の方は左から右だとおっしゃってますけどもね、それでまあ片付いたのかなと思いまして、で S さんから電話いただいて、まあ、その辺を確認してそれでいいのかなと思ってましたけども、逆 L 字型っていうのはまた少し驚きなんですけどもね。でもちろん最初誰かのね、人影じゃないかなって、まあ、冗談っぽくおっしゃった時に、人影ではないですよね。そうしましたらかなりなんか幾何学的な形でしたので、その、まあ、人っていう雰囲気でもない、なかったですし、その、スッとこう、動き方っていうのも、人の動き方とはちょっと違うような、こう、水平に、スッと動くような感じだったので、なんかまあ、そう、上の方は L 字型の上の、L 字型を逆さまにして、向かって、右の方で、くっついてたのか、左の方でくっついてたんでしょうかね。その、詰まって、あの、いわゆる、線が重なっている部分っていうのは。例えば、L をそのまま逆さまにしますと、右上の方で繋がってますよね。はい、そういう感じです。あの、左にこう飛び出たような。左に飛び出てた。はい。なるほど。で、その、飛び出て、この下の縦棒は下まで繋がってました。それと窓の途中から出てたんでしょうか。つまり、その全体の形は浮いていたのか、それとも下に、窓の下、あれ、あの窓は途中までで
天カーテンは天井からのカーテンなんですよね。はい。ですからその下の棒、縦棒っていうのは窓の下につながってたってことでしょうか。それとも浮いてたとか。まず先に栗林ひとしさんが当日会場の中で撮ってくださった動画を繰り返しご覧になってください。オリジナルの動画です。それを10分の1スローにしてみます。今ご覧いただいているのは10分の1スローの動画です。何やら物体が移動していくのがわかります。もう一度注意深くご覧ください。10分の1スローの動画です。何かが移動していきます。で、その動画から2秒ごとに、正確に2秒ごとに7カットを切り出してみました。で、その7カットをですね、順に並べてみます。ここが今日の大変重要なポイントですから、注意深くご覧ください。カット1です。2、3、4、5、6となります。そしてそれらを並べてみるとですね、ぼんやりとですけども、その向こうに影が現れてきます。で、さらにこの画像からカーテンの部分を取り除いてみます。で、ほぼこれでですね、現れた形の全体像がわかるということに。さらに慎重な作業を繰り返してみました。カットした画像をですね、くっつけて、この小さい矢印の部分に注意していただきたいと思います。何もないように見えますが、明度、コントラスト、ガンパを変えてみるとですね、やはり何かしらの形のようなものが浮かんできます。つまりこの物体はですね、中心線で左右対称になっているということではないでしょうか。注意深くご覧ください。そこで左の一部分をですね、右に合成してみました。まあ、くっつけてみたということですね。左右反転してくっつけてみたということです。するとまあこのような形が浮かんでくるわけですけども、この形というのは先ほど少し触れましたようにジョージ・アダムスキーの円盤によく似ている、あるいは円盤と言われている UFO に似ているということになります。まあ、こんなところからですね、勉強会に現れた不思議な謎の物体はジョージ・アダムスキー型の UFO であると私は判断しました。信憑性の高い写真を1枚選んでみました。上下比較してみてください。私林博氏はこの物体はジョージ・アダムスキーの円盤型の、つまりは未確認飛行物体であると判断しました。
It was October the 27th, 2019, when an unexpected incident occurred at a study meeting in Yokohama, Japan. The study session started at 1 p.m., but it was a little later than 4 p.m. when it occurred. 6 or 7 people who attended the study session witnessed a strange object crossing the glass window on the backside of me, Hiroshi Hayashi. The strange object was shot on a smartphone of Mr. Hitoshi Kuribayashi on that day. This is a report video about that incident. 2019年10月27日のことです。横浜市内での勉強会ではとんでもない事件が起きました。勉強会は午後1時から始まりましたが、午後4時少し過ぎた時のことです。私、林浩氏の背中側のガラス窓の向こうに奇妙な物体が横切っているのを勉強会に来ていた6、7人の人たちがそれを目撃しました。今日の動画はそれについてのものです。広志林、浜松シティ、ジャパン。Case 1. A strange incident happened in July 2018 when we held our study session at the Cultural Center in Hamamatsu City. At the study session, a mysterious incident occurred that we now call the Red Mysterious Light Case.Two red spheres that were a bit smaller than golf balls flew around the room. They were shining a dazzling red light. There were about 12 attendees. A total of 4 people in all witnessed the light.Case 2. In August 2018, we also held a study session at a hotel in Atami, Shizuoka Prefecture. This time, so-called, among us, a white mysterious light incident occurred at the meeting. A sphere like a white ball fluttered across the venue and finally disappeared across the floor.At that time, 2 people witnessed it. Case 3. It was April the 14th in 2019 at the study meeting held in Gifu City. Very mysterious events happened one after another in a short time. 4 people witnessed thedazzling golden light, and one man witnessed something like a ghostly
beside me. Another lady witnessed that a triangular UFO with a side of about 40 centimeters stopped in the air at the corner of the room. A part of mysterious light was shot on a smartphone by one of the attendees.Case 4. It was on September the 29th, 2019. A study session was held in Gift City again. When on her way to the study session, Miss Y. Suzuki in Kani City, Gift Prefecture, took three photos while she was waiting for a traffic light at the intersection. There were a total of 12 UFOs in the photos. Also at the study meeting venue, two people witnessed that the green light was hovering in the air for a few seconds. They were stopped in the air, shining bright, but not too much bright as ever.Case 5. And then, it was October the 27th, 2019, when an unexpected incident occurred at a study meeting in Yokohama, Japan. The study session started at 1 p.m., but it was a bit later than 4 p.m. when it occurred.Six or seven people who attended the study session witnessed a strange object crossing the glass window on the backside of me, Hiroshi Hayashi. The strange object was shot on a smartphone of Mr. Hitoshi Kuribayashi on that day.では検証してみます、当日勉強会を開いたビルは中央のビルです。このビルの5階の一室を借りて勉強会を開きました。手前下がですね、南側です。今やや東側から見たところです。そして北側になります。北側のこの窓の向こうに謎の物体が映り込んだということになります。周囲の様子、位置関係はこのようになっています。で、当日の夕刻ですね、もうやや暗くなり始めた頃ですけども、栗林仁氏がこの写真を撮影なさいました。この5階です。そして永山氏はですね、その会が終わった直後に、まあ、やや日が陰り始めた頃ですけども、窓を開けて外の様子を撮影なさってくださいました。矢印で示したのが中段ということになります。そして人間の背丈やや大きい部分ですね、下にもう一つ下の、まあ、足場があるということになります。ここで注意していただきたいことはですね、防塵用のネットは貼ってありますが、部屋の中から見るとですね、全くないのと同じ状況、状態だということです。で、その窓の向こうをあの謎の物体が横切ったということになります。で、結論ということになります。もし10月27日の事件がですね、つまり今ご覧いただいているような、まあ、謎の物体が10月27日だけに現れたということであるならですね、まあ、それはそれとして、まあ、どちらかというと否定的な方向に解釈するということに
なりやすいということになりますが、しかし今回で5回目ということになります。繰り返しますが、2018年の7月および8月、そして2019年の4月、9月、そして5回目の10月27日へとつながっているわけです。まあ、こうした奇妙な現象といいますかね、事件を目撃し報告してくださった方はすでに20人近くになります。でこうした事実を重ね合わせてみるとですね、今回、まあ、10月27日に横浜市の会館で起きたこの事件は、つまりは無視できない事件ということになるのではないでしょうか。少なくとも私及び、私を支持してくださる方たちはそのように考えていてくださっているようです。今回ですね、栗林ひとしさんがですね、仕事の合間を縫って、データをコピーしてね、夜中に、郵便局行って速達を出して、今日このような形で私に届けてくださいました。そうした皆さんの熱意の向こうにはですね、まあ言うなればこうした事実がただ事ではないという思いが、みんな私も含めてですけども共通して、まあ共有してくださっているからではないでしょうかということになります。でもう一度、10月27日2019年の10月27日に勉強会の席で起きたこの物体をご覧になってください。人影ではないです。それから足場をですね、中段のところに一つあるわけですけども、そこを何かが移動したということも意思的に考えられないと思います。ということでこの10月27日事件は、私は事件と位置づけることにしました。後の判断は皆さんにお任せします。